このアホやった集団が全部上にいる。だからこの頃もう全国から興味ある高知のその声会えれへん、そういう学校がある。だからあんまりそのね、ここ進学校でなくてね、そんな小学校大学とかないで、あんなもんはね、ああいうとこ行ったやつって大体もう俺の番におるやつ、なんか役人の仲間になってるところ行くと、もうほとんど名が出てないやろっていうやつ、アホばっかり。お前、東大出たアホばっかり。お前、これ東大出たやつで賢いやつおらへんないぐらい。まあ、おるけどな、ほんまに賢いやつは東大出たやつ。ほんまにアホばっかり。もの考えられない。でそれが今言ったやつ、一元論、うん、だから全部あるべき論、こうあるべきだ。でこういうふうにあるべき論を否定してまたあるべき論に行く。だから、まあ、結局あなたらみたいなやつは俺なんかほんまに面白いやつようなんだな。成功するとか死ぬとかって言うけど、そんなもんその時点で切って言ってるだけの話でね、うん、あんなもんで成功やって言ってること自体がおかしいのかしら。どこまでもプロセスでしかないよな、うん、で何が大事だったら、そこで仕事をやってる人が本当に楽しいかどうか、うん、で楽しむためにはめちゃくちゃ実力がいるってことだよ。そら、あの、100m 走ったあの、なやらいうやつ、サインボールとか、あいつは楽しかったと思うわ。みんなも俺は楽しでかなんで、一着しかないやもん。そやけど、お前、どうせもう通過しにいいやつが、楽しんでるの、つかまけ。決勝だけ。だから何でもそうやって、それも結局楽しむという言い方はもう一元論になってるのかな。だから本当に力のあるやつはあんまり、それはなあの メジャーの大谷が楽しいやと思うわ。楽しそうや、何やってても。あのバスト行くときにゴミ拾っとったやん、これ。どんなところゴミ捨てたのやつ。もうそれまでが映像なんだよね、うん、全部姿が全部、うん、なこれはもう、なもうアメリカで大変なことらしいな、あれ、うん、すごいですよ。え、なんかメジャーリーグをリトルリーグにしてしまえよって言って、うん、すいませんが、子供の頃って全員ピッチャーで呼ばんやん、うん、な、イチローでもピッチャーで呼ばんやん、もうみんなそうやんか。有名な選手ってみんな王さんでもピッチャーで呼ばへん、全部そうやったの。だからプロ行ったらそんなのは通用せえへんと思って、ピッチャーになるのかバッターになるのか、それをどっちもやりますってやって、だってもう今のアメリカの野球をやる子は全部ピッチャーで呼ばれるまま今日で、そのプラスだと思うわ。それがもう最高だ。だからちょうど メジャーリーグが人気がなくなってきた時に大谷いうのが出てきて、アメリカ中でメジャーをまた人気復活させようと思うな。メジャー盛り上がってますね。ああ、そうです。まああんたらその世界にいた人だから今どう思ってるわね。もうさ、けどもっと言うとサッカーの世界はもっと言うて、日本のサッカーの世界で、それはそんなもん、ブラジルどころやなくなる、うん、ブラジル絶対超えてる。なんでかって言うと、俺前からそう思ってるけど、あの彼もサッカー、ドイツのプロリーグやってたんだけど、そのサッカーで我々が見てるサッカーの中継って鳥の目で見てるわけやから、うん、だから人がどう動いてて、敵も味方もどう動いてどうなって、どこに空間ができてっていうことが全部見えるところで見てられる。だけど実際戦ってるやつは
人の壁の中で戦うするわけ、うん、だから全部頭の中で空想、要はその作らなあかんわけ、うん、その立体にしなあかんわけ、人見ながらボールを見て、それをどういう具合に、だからみんな、まあ、だからサッカーっていうのはあれはもうやっぱり アートやね、うん、そういうもの、こんなんは日本人が一番得意や、うん、さあから何歩でもすごい選手が出てくる、うん、日本から。それ今年なんかあれオリンピック行っても下手したら金メダル取るよで、うん、女子は取りましたね。女子は取ったね、うん、どんどんこれはもうさからも初めから言われてるとおりだったわ、八木先生やら、うん、あの安田先生も言うてるとおり、どんどん変異して感染力は増して毒性はどんどん落ちていきます、ね、変異ウイルスが生存できる期間は18ヶ月、18ヶ月で全部消えていきます。それからね、お母さんがマスクして子供に持てるってのは絶対良くない。あ、だって表情分からへん。そのことの方が問題が大きい、うん、特に赤ちゃん、うん、そういうお母さんに限って赤ちゃんに移したらあかんと思うからものすごい、うん、まあ、赤ちゃんは誰に反応してるのかわからん、うん、あの赤ちゃんの時の感性というのは大人の400倍以上の感性だからね、もう思ってる以上に被害が大きい、うん、絶対外したら、うん、コロナで移ったら自分の免疫で絶対かかるんだな、今度は。してますか、外したら。途中でテレビでその楽観論みたいなこと喋るよったら、もう読みようないもんな、その人を。で、読んで喋っとるやつというのは、もう常に恐ろしい話をしてるからだろ、うん。大して恐ろしい部分はないけども。うん、感染力が増すとか、そんなことは言われるのも分かったんだけど、で、毒性が増すかどうかはまだ分からない。要は、まあ、女普通のやつ聞いたら怖いところだけをチョイスして聞くやんですか、うん、で、ほんまに家族が思うことは、だから俺が大丈夫ということがあかんねんな。え、わかります。うちもそうだろ。絶対豊か、うん、危ないな言うてない。今度はそうやろうって言う。そっちにやんないのかよ。